オーストリアケーブルカー火災事故は2000年11月11日オーストリアのカプルンにあるケーブルカーグレッツカーバン2のトンネル内で発生した列車火災事故である。この災害により155人が死亡し12人が生還した。キッツシュタインホルンのスキー場に行く途中の事故であった。グレッツカーバンにはカプルンとキッツシュタインホルンとを結んでいる。 ケーブルカーであり、1974年に開通、1994年に車両が更新された。路線は全体で3900メートルあり、麓側のカプルンから600メートルほどは屋外を橋梁で通り、そこから3300メートルがトンネル部分であり、片道の所要時間は約8分半である。このケーブルカーは一本の工作の両端に2つの 編成をつなぎ、両方の編成がすれ違う、中間地点以外の線路を共用する単線構想式と呼ばれる形式である。スキー客を大量に輸送するため、1編成は3両連結となっており、編成の全長は29メートル。各編成ごとに、最大180人を一度に運ぶことができるものであった。編成の先頭の運転室に一名の乗務員が乗っていたが、 ドアの開け閉めをするだけの役割であった。火災は、上りの車両がトンネルに入って間もなく、最後尾の加工事用運転室から発生した。駅を出発し20メートルほどで、一部の乗客は火災に気がついた。乗務員に知らせようとしたが、火災が発生した箇所とは反対の先頭運転室にいた乗務員への連絡手段がなかった。携帯電話で連絡をしようと心を見るも、 直後に車両がトンネル内に侵入したため通話圏外となり、結果乗務員は火災の初期の段階で、それに気づくことはなかった。火炎によってすぐ近くのブレーキパイプが破損、ケーブルカーへはブレーキの圧力伝達のため120リットルのオイルが搭載されており、そのオイルが大量に床へ流れ出して火災は激しさを増し、運転室操作盤復帰により髪型へ広がったため、 客室内はパニック状態になった。また火災によって油圧系統の油も漏れ、油圧が低下したことにより自動停止装置が作動、トンネルに入って約600メートルの場所で停止した。乗客はスキーのストックを使ってアクリル製の窓ガラスを割ろうと試みたが最後尾の一部の窓が破られただけであった。その後、火災に気づいた運転手が 非常用バッテリーを使用してドアを開放したので残る全員がケーブルカーの外に出た。この時最初に破られた窓から脱出したドイツ人の男性消防士は煙突効果により上昇する煙を避けあえて炎を突っ切って下へ避難した方が助かることを経験上知っていたので窓から脱出した乗客へ下に向かうよう促した。ドア開放後も 消防士は引き続き乗客を下の方へ誘導しようと試み、それらに従った乗客は避難用の階段をスキーブーツで下って生還した。反対に、上方に向かって逃げた150名は、火元から発生した有毒ガスと一酸化炭素に巻かれて死亡した。傾斜30度の急勾配のトンネル内を火災により温められた空気が煙突効果により上昇したためで、 死亡者の多くは、車両から15メートル以内で倒れており、最も遠方まで逃げた乗客でも142メートルで死亡していた。火災車両以外にも、火災発生時に下り、方面へ向かっていた、編成内にいた2名と、山上川の駅に閉じ込められていた4名のうち、従業員の3名が、トンネル内を上昇してきた有毒ガスにより巻き添えで死亡した。 炎症を免れた下りケーブルカーの車体調査から運転室内を温めるため列車回収時に家庭用電気、ファンヒーターが設置されていたことが判明。このファンヒーターの電熱線にその設置無事化せを走る油圧系統から漏れた油が引火したのが火災発生の原因と推定されている。また火災を想定した客室内の消火器などの設備や車内放送設備、 緊急連絡装置すらなく、乗客、乗員間の緊急連絡や誘導、指示なども不可能な状態であった。ドイツ人の死者の中には、女子モーグル代表で1999年、フリースタイルスキー世界選手権、デュアルモーグル女王のサンドラ・シュミットも含まれていた。また、日本人の死者の中に、福島県の稲城町立稲城中学校の、 スキー部員5人と引率のスキー部員の父親1人、慶応義塾大学のスキー部員2人も含まれていた。事故後、ケーブルカーの運行は再開されることなく、トンネルは閉鎖されている。スキー場への交通手段は、季節のゴンドラリフト、グレッツカーバンカプラン1及びケーブルカー火災後に、新設された24人乗りのロープウェイ、グレッツチャージェットが使われている。ゲデンクシテッテという追悼施設が、 カップル運営機近くに建設された。2014年にはケーブルカー地上部分の駅と橋梁が撤去された。2004年2月19日、オーストリアリンツ高等裁判所のマンフレーと財津裁判長は火事を招いたという容疑の証明が不十分として、会社役員、技術担当者、政府検査官ら16人に対して無罪を言い渡した。この事故の発生後、運輸省が 全国の鉄道など215事業者に火災対策について安全総点検を行うよう指示。北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道、名古屋鉄道など17事業者に避難誘導や設備に以下のような不適切なものが見つかった。この事故の発生後、ケーブル鉄道の安全点検が実施された。オーストリアのノーベル文学賞受賞者。 エルフリーデイ・エリネクがこの災害を題材として、擬曲、アルペンに手を書き上げた。ケーブルカーの構造上、列車の走行や停止などの運転操作は、車両で行われないため運転士は乗務しておらず、一般的な鉄道における車掌にあたる。ケーブルカー乗務員の項目も参照。構層式ケーブルカーの構造上、火災が発生した車両と同時に、火元の髪型で停止した。 トンネル内には山上への配電ケーブルが併設されていたが火災により損傷したために山側の施設全体が停電。駅や併設されたショッピングモールなど山上側の施設の自動ドアが動かなくなった。ドアをこじ開けて脱出できた者もいたが4名が閉じ込められた。ナショナルジオグラフィックチャンネル衝撃の瞬間第2シリーズ第9話 オーストリアケーブル鉄道火災スーパーエッセイオーストリアケーブルカー火災事故記念館ではなく犠牲者を追悼するための施設ありがとうございます